る前からもう作業は始まってるってことですね。そう、多分前日から始まる。セミが。あれミッチさんちょっと。いや、まず虫無理なんですよ。おはようございます。おはようございます。本日大好評ミッチ TV 第2弾で。YouTuber だから。ちょっとまだ今日も新人の小山。爆速3になる男、まあ、ビッグマウスかビッグマウスじゃないかっていうのを、まあ、ちょっと今日とこの爆速1、爆速1、初代爆速1、爆速トリオが今日はそうですね、爆速3になる男です、はい、この2頭を組んでいくっていう感じですね。初日なんで組み立て、はい、基本的に寝絡みからちょっと見せていけたらなと思って、はい、前回に引き続き新人とベテランの作業効率の違いをパート2目絡み編みたいなやっていけたらなと思うんで、じゃあ早速ちょっと組んでいきたいと思います。まず先に、まず最初に爆速、初代爆速さん、あ、何も恥ずかしがったわ。意気込みですか。うん、ちょっと頑張ります。熱いんです。で、一応、はい、この前今内柱、はい、が立ってるところから、うん、ちょうどここのこちら面の毛の真ん中ぐらいまで、はい、を、はい、ベテランに爆速番に組んでもらって、はい、ここから、はい、こっちの折り返しまでを、はい、爆速3に組んでもらう。爆速3さんに、はい、お願いします。ちょいよ、この作業のコツというか見どころというか、だから、たぶんとりあえず、まず、たたきスピードが速いのと、はい、でも、一番のなんていうかね、もう、次にどんどん組むところのことを考えてってるんで、あー、一歩先、二歩先を、ここだけを考えて、もう多分次の狙いのところを考えてる。一番狙いの大変なのは、この、はい、水平っていうか、水平、今、水準器がありますね、はい、それを使いながら、はい、壁との距離、はい、で、やっぱ壁からきちっとスーパーを合わせていかないと、はい、どんどんずれていってしまうんですかね。ずれていくと最後くっつかなくなっちゃうんで、あ、そういうとこが多分一番大変だと思います、はい、ほんと早いですね、もうあ、決めて細かく緻密に、そうそう、もうで離れとかも全部合わせて、でそれに沿って組んでくるみたいな、もう下調べ現状は別の人間が行ってるんですよ、はい、で家の寸法だけ測って、あとはもう自分たち組む人間が、まあ、こういう感じで組んでるんです。組む前からもう作業は始まってるってことですね。そう、多分と前日から足の場合だと、セミが。あれミチさんちょっと。いや、虫無理なんですよ。あ、終わった。ね、これはもういつも通りじゃないですか。はい、今回の見どころはこっちですからね。そう。こっちからお前できるかって。光の速さでやっていきます。また出ましたね。カットが出たけど、ビッグマウス。出ちゃいましたね、また今日。続きまして、爆速3。爆速3か。寝絡み組。はい。お願いします。お願いします。意気込みはもう、爆速の男を超えれるような勢いで、やりたいっすね。コメントが遅いっすけど、もう。お願いします。お願いします。ちなみに、はい、以前も、まあ、話は出たと思うんですけど、爆速の時間は今2ヶ月ぐらいですか？2ヶ月ぐらいですか？はい。これ見て、これ見て。入らんでしょ、これ。これ入れないんですよ、レベルが。はい、どんどん。と基礎が上がっていってるんで、でこういう場合ジャッキ上げて、はい、2コマ目向こうの2コマ目から入れていかないと、はあはあ、次入らないんですよね。その
どん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 基礎が上がってるんで、はいはい、さっきあれしてもこの450って決まってるんですよ、このピッチが。あ、そうなんですね。なんでもう入らんもんで、次もお前上でやるしかないじゃん、はい、意味分かってる。そう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 、はい、分かりました。年季の入った水平器が。ちなみに見て分かるんですけど、これ逆ですね、はい、ああ気泡が上がっとるってことは、あー下げる方上げる方、そうそう、下げる方上げる方なんか逆になっとる。でこうやって見るとやっぱもうこれ素人ですよね。こうやって見ながらしかできない。ええ、プロはこうやってやるんだな。あーうまいです。なるべく見てみ、これあー指導が入ったぞ。前指導これまっすぐだろう。はい、それ見てみ、タッチちょっと斜めに痛い、寝たのか。はい、難しいですね、本当に。一瞬ですね。かっこいい。開いてってるような気持ちないと思うんですけど。これ逆なんですよ。はい。あ、測り方も反対なんですよ。こうやん。壁からの離れ測ってもこっちから測ったらおかしいやん。あー、壁からってことですか、ね、そうそう、ショーが何て言っとった、さっき 100 100? あれいくつでしたっけ。分からずにピコハンがないでな、ちなみにこれ立てかけてますけど、あの、塗るんで、あの、前の動画にも出てきましたね。そうですね、はい、あのスタートはもう立てかけないですけど、はい、ちゃんとあのお家の方にも許可を取って立てかけてですね、はい、はい、一言声かけて、もうちょっとあの手助けしていいですか。手助けしていいですか。そうそう、どんどん工程が電波が強くなっちゃう。はい、はい、じゃあ範囲の共同作業とか初めての共同作業。はい、何でこんな斜めか教えてあげようか。もう縁だな。もう縁だな。近すぎなんちゃう。でも難しいんですね。地組みが多分一番難しいです。本当これ覚えるのは最後ぐらい。ああそうですか。本当に中でもで。これを覚える前にバラシをまず最初にやってから競り上げやって根絡みを組んでっていうのは一応教えてってます。あ、そうですか。小山がこの根絡み組むなんて多分初めてだし。俺も多分普通だったら多分絶対組ませんっす。YouTube 向けに。あ、ごめんなさい。ごめんなさい。今回の、はい、動画のコメントにも、はい、あ、なんかありましたね、視聴者の方から。あ、なんかこんななんか、あったっすね。なんか、若造の頃はなんかゴミ拾いとかしかさせてもらえなかったでも、普段のゴミ拾いですか。あ、そうですか。 YouTube 系に出してるだけで。まあでも、もう基本的にもそれぐらいですもんね。やっぱ自分ができることをもう一生懸命やってて形になるもんで。お疲れ様です。お疲れ様です。じゃあ作業終わりましたか。終わりましたね。はい、根絡みをとりあえずただちょっと見てほしいんですけど、はい、もうちょっとタイムアップさせたんですよ。もう時間があっていう、はい、あ、もう新人なんで、はい、まずこの駒が、はい、駒があるんですけど、はい、これ高い駒と低い駒があるんですよ。はい、でこれはもうずっと同じように組んでこないといけないんですけど、はい、向こう見てもらうと分かるんですけど、こう駒が違うんです。あ、本当ですね。ビッグマウスです。向きが違いますね。あら、全然向きがまた違うんですよ。あら、それを組んでしまったわけですね。まあ、ダメですよこれ。まあまあこれからちょっと、はい、お前も覚えてって、はい、あの鈍速1から爆速3になれるように、はい、もうやったらなんもんで。なあ、爆速1いかがでしたか。恥ずかしがっとんな、お前なんか
恥ずかしかったらやろう。まあ今回もこんな感じでしたけど、はい、まあこれからまあどん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 、こいつの成長記録みたいなやつを取っていけたらなと思うんで、はい、まあ次は次何、次は、まあ、次、まあリクエストしてほしいですね。そうですね、視聴者からこういうのが見たいとか言ってて、あそうです、ね、今回も小山特集なんで、はい、豚足から爆速になる男の道みたいな。ああいいですね。で、一応まあ今回この2人の爆速とあれの作業効率の違いでまた第2弾だったんですけど、はい、まあ良ければまた第3、第4って出していけたらなと思うので、そうですね、はい、どしどし企画をお待ちしておりますね、はい、お待ちしております、はい、じゃあ今回はありがとうございました。また見てね。今が多いやんけ、お前。今が多いやんけ。気をつけとるところは寝柄に組むのに気をつけとること。一番はレベル。レベル？なんでレベル？なんで？なんで詰めていく？さっきも説明したけど、繋がらんくなるもんね。直すのがちゃんと上がっとけば、はい、一発で決めたいって感じですね。そうですね、そういうこと。他は水平だけ、あとは段を変えないけど、ずっとグルーとこう上り下りをしないといけないっていうのもありますし、やっぱその、まあ、見ずにこう歩いとってつまずくこととかもあるんで、あ事故につながる。基本的にはもう段を変えずにぐるぐるりこう回っていけるように、はいはい、そういうことを気に気をつけとるんだと思う。いかに職人がやりやすいかっていうのを考えながら、考えながら進んでるんですね。でもまあ簡単に言ったらバカでも無理じゃないですか、家囲むだけなんで。あでも作業をしやすいように、そうですね、考えるのがやっぱ職人かなと思って。それがミッチーです。素晴らしいですね。はい、なるべくもう縮んで組んでくれたの。ああ、組んでくれって言われたんで、なんでこっちはもうセンターでまっすぐ通してるの。はいはいはい、車輪止めのすぐ後ろですもんね。パパラッとは要望で、はいはい、僕ら要望にも応える、その要望にも応えるのが僕らの足場班です。キラリンって今めちゃめちゃもらってるとこ言ったよ。ごめんな、俺ばっかっこつけて。じゃあまもなくなんか一言ないの。キャバ嬢に逃げる。お前そら帰ろお前。キャバ嬢に逃げるあかんねん。ああいうギャル、ギャルに向けて、ギャルに向けて、ギャルって、まあこれちょっとカットになると思うんですよ。え、ギャルは好きじゃないんですよ僕は。あ、ギャル好きじゃないの。はい、嘘、どういう清楚系、清楚ギャル。うん、清楚なキャバ嬢が好きなんですか。そうっすね。清楚ちゃうやん。you